お酒はこれで代用になるよね。やっていきます。意外とうまくでしょ。パラ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 。このタブレットで麻婆豆腐のレシピを見ながらですね。あれ俺が見たレシピどこ行った？ちょっと待ってね。普通に終わったか。一発目からちょっと難易度高いぞ。鍋を熱したら油を引き、豚ひき肉を入れてよく火を通す。パリパリになるように長めに炒めると、肉のパリパリになるように長めに炒めると、肉の臭みが消え香りがよく出るだって。最初から肉なんだ。了解。ちょっといいお豆腐とお肉買ってきました。ほらいいでしょ。でフライパンね。フライパン。肉を焼くときの油の代用ってごま油で OK。 ごま油って俺が見たレシピには書いてあったけど、あのレシピには書いてない。でもごま油でいいよね。 OK。 よし、じゃあいきまーす。次の過程もちょっと見とこうか。一度火から離し、ニンニク、四川豆腐は天目は分からない。とりあえず入れるよ、買ってきたの。いいんだよね。俺のイメージで言うと、俺のイメージで言うとね、まず、肉の塊を作ります。肉、甜麺醤、トマ醤の塊作るでしょ。で、その後に、豆腐入れます。で、そこに、片栗粉の水を入れて出来上がりだよね。とりあえず、火をつけます。久々だな、お前。2ヶ月ぶりの活躍を見せてくれ。ああ、泣いてる。泣いてやがる。いい声で泣くぜ。まずはボウルを用意して、その中に水 150cc、 どれが cc？ ミリリットルって cc？ 大丈夫、合ってる？ミリリットルって cc？ OK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 。 とかいらん。 A とかはいらんのじゃ。 OKOKOK。 ミリリットルは cc ね。覚えた。もう今後の料理だとこれはミスんないから。はい、次醤油ですね。大さじ2杯。で、醤油をいつも使ってるやつはもう酸化しちゃってるから、今日の料理は失敗じゃないの。だから新しい醤油を買ってきました。まずは何かを作ってる。ちげえわ。適当に入れちゃった。大さじだった。すげえ。大さじあるか、うち。俺前回大さじとか使ったっけ。やべえ、大さじがね。はっ、醤油を、大さじ2杯。 OK。 次、酒。お酒はこれで代用になるよね。レモン堂を大さじ1杯。こんぐらいかな。はい、大さじ1杯で、オイスターソース、コチュジャン、鶏ガラスープで、オイスターソースとコチュジャンがあれでしょ、甜麺醤と豆板醤でしょ。これ買ってきたのよ。ほら、この分量だけ教えてくんない？これさ、メニューが違うから。いや、俺酒は調べたよ。待って、酒ってさ、飛ぶよね。ダメなの、あれ。待ってね。でももう入れちゃったからダメか。知らねえよ。料理酒って書いといてよ。じゃあなんでそれ、料理サイトって料理初心者に優しくないの。水溶き片栗粉もわからんぞ、マジで。酒も酒とだけ書くな。料理酒って書いてほしい。常識ではないからね。味見って言ったってこいつらの味がわかんねえぞ。あ、これがオイスターソースだ。だったらこれ見りゃいいじゃん。オイスターソースを小さじ2杯でいいんだ。なるほど。わかんねえな。で、まあこんなもんだろ。これが豆板醤でしょ。これ 100% 辛いんだよ。別に俺辛くしたくないんだよね。あー、
あ、でもこれ入れんとあかんな。あー、カレーで、これは入れんとあかんわ。美味しい、辛いけど美味しいってなかなか俺ないけど、これ辛いけど美味しい。辛いだけじゃない、旨味が入ってる。ね、これはこの味、これは麻婆豆腐になる段階のどこの味であればいいの？あ、この時点で濃い麻婆なの。じゃあ全然ちげえな。オイスターソースがめちゃめちゃ活躍することは分かった。とりあえずオイスター入れりゃいいわ。入れ忘れてるもんないよね。あ、鶏ガラ入れてねえわ、だからちげえんだ。鶏ガラスープを小さじ1杯。もうちょっと入れていい？え、これ多分肉と豆腐入れたら豆腐、麻婆豆腐だけど俺多分普通にできたぞこれ普通に麻婆豆腐よ。で、次豆腐に差し掛かります。今の段階だとどう？さあさん、オイスターソース入れて。オイスターソースはないんだよ。え、オイスターソースって違う、あのオイスターソースって多分あの甜麺じゃ、これの味を見た感じ、これってちょっとコアな調味料なんだよね。これってちょっとコアな調味料で、これの代わりに、はい、豆腐を食べやすい大きさに切って、沸騰した湯で 2,3 分湯通し、ね、こいつも久々の登場だからちょっと洗っとこう。君たちが動画にコメントしてくれるからちゃんと料理うまなってんだから、直掛けとかしねえぞ。よし、いきます。ばあちゃんこう切ってたな。オッケー、はい、ごま油で熱したふ、待てよ、違うわ、言ってたな、リスナーが。待て、俺覚えてるぞ。湯切りをする前に、湯切りをする前になのか、いや多分湯切りをした後に水気を取るんだよね。はい、チンさんはお湯にちょっと塩入れてた。そう、ごめん、チンさん、うち塩なかってん。あとなんかした方がいいことある？ニンニク入れるわ、ニンニク用意してある。換気扇ナイスコメント、マジナイスコメント。換気扇つけました。今のうちに野菜切っといて。野菜と俺ネギしか買ってねえけど。どこの家庭のこと言ってんの？てかお前なんかせかしてんな、今のコメント。俺が同時進行できると思ってんのか。オッケー、じゃあ一回豆腐を水に加えます。え、この段階で崩れるとかないよね。どうやって入れたらいいの？どうやって入れたらいいの？分かった。めちゃめちゃ順調で笑った。ニンニクってチューブ？いや、ニンニクなんかこれだよ。
ほら。これなんやろ。はい、それでは豆腐を。あっつ！あっつ！もう料理しない。ざるねえよな。ざるなんてないよね。どんちゃん、どんちゃん、ざる持ってきてくれてない？ざるないかな、どんちゃん。ないよな。いやもうしょうがねえ。一回びしょびしょにしよう。無理だ。ごめん、台所悪いな。ちょっとやばいやん。どうすんだよ。暑いし。ねえ、どうすればいい。ねえ、これどうすればいい。半分すくえた、半分すくえた。なんか時短をしようとしてるからダメなんだ。一個ずつ行こう。なんでねえ、豆腐崩れる。ねえどうすればいいの。マジでどうすればいいの。これごま油で熱したフライパンに、さっきのソースを入れて、香りが出てきたらひき肉をフライパンに入れて火が肉に通るまで炒めると。はい、チャプターを1個ずつ見てたんだけど、2個先のチャプターにもこれ長ネギを入れるとかが入ってくるんだ。オッケー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 。ゴミみたいじゃん。これマジのネギって初めて切るかも。マジのネギってないよ。ネギってさ、皮むく？むかない？ね、マジのコメントをしてほしい。騙さないでほしい、これに関しては。俺もう散々うまくいってないの、本当に。マジなコメントをして。俺今日だけ当たる！いつものノリじゃないやつで頼むわ。すごいホワイトな配信のコメントで今日だけは。むかんでいい？オッケー。で、どっち使うの？ネギってどこ？これどこからどこがネギ？ネギを入れてとろみをつける。だからもう入れるもんはほぼないんだ。あと水溶き片栗粉や。水溶き片栗粉はツイートしたおかげもあって、どんぐらいで作ればいいかみたいなリプがある程度来て、まあ1対1って言ってたから、とりあえずその1対1を信じて水溶き片栗粉を作ります。どんぐらいか書いてない。これもどんぐらいか書いてないかな。水溶き片栗粉出た。適量や。終わった。どうすればいい。どんぐらい？全部入れておいた方が安牌なの？マジで全部やん。それではいきまーす。ニンニクやってなくね？待って、俺ニンニクやってなくね？やべえ、これチューブだ。待って、このメニューチューブなんだけど、これどれぐらい入れたらいい？どれぐらい入れたらいい？一かけ。ごめん、俺一かけがわからんかった。親切に教えてもらったリスナーさん、ごめん。あのこれがこれになったらこん中の一かけなの、それともこれをこれにすんのは当たり前でこん中の一かけ、これでいい？右手のやつを右にすんのね。 OK。 一かけって言い方も良くないよな。料理界隈に物申そうかな。料理できない界隈の代表から。料理できない界隈があってからあるからこそ料理できる初心者の道は。やべえ、え、ちょっと待って、え、菜箸は絶対あるはず。こっちでいいか、これでいいか、これでいいか、これでいいか。オッケー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 。もういっちゃおう。ソースだ。でちゃんと沈まってるのを混ぜ、まあかき混ぜて。全部だよね。いや、これ用に作ってるから全部だよね。全部だよね。めっちゃぽい。すごい。これいけるぞ。これ火力上げた方がいいな。中華だもんな。オッケー。すげー。マジ中華っぽいやん。いい火力してるぜ。どうやって混ぜればいいのこれ。混ぜるが不可なんだけど。オッケー。そろそろ行こう。水溶き片栗粉を入れます。一応コメント見とこうか。段階的にたまに見るよ。
ニンニクはもうネギと混ざってんのよ。ニンニクはネギと混ざってる。ニンニクと、ね、ネギは一緒に入れる。ニンニク先？えって何？絵は何？どういうこと？絵はマジで分からん。別にいいよね。ニンニク先？先なの？待って、急するわ。急ぐ急ぐよ。オッケー、水溶き片栗粉入れましょうか。いくぞ。はい。やばいのがわかる、やばいのがわかる、やばい、明らかにやばい。もっと水気出てくれ。麻婆じゃない、それだと。悪くない、悪くない、できた、麻婆豆腐。これ過去一出たんじゃない？見て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 、ほらマジでいいんじゃない？うまそうだよね。いや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 、マジか。 90% とかじゃねえぞ、 100% なんだけど。ちょっとツイッターでいい？はっきり言って前回と前々回はツイッターにあげるあれが、ちょっと待って、スマートフォンでやってた。いただきます。あ、うめえ。マジでうまい。ねえ、どう？めっちゃ良くない？マジでうまそうでしょ。周りは気にしないで、脳内でここだけを切り抜いて、ここを切り抜いてほしい。ごちそうさまでした。めっちゃうまかった。大成功。サランラップ知ってる俺の。